当にクラスメートを食べるつもりか。いつも一緒に授業を受けてただろう。お前たち肉食獣なんてみんな怪物だ。レゴシ、起きたくない。ここで貝みたいにじっとしていたい。あなたは優しい狼なのに。怖がられても嫌われてもそうやって生きてきた。あなたたちのすること全部痛くも痒くもないわ。ただもっと君と話していたいだけだ。変な子。ルイ先輩だ。共存と共栄です。我々演劇部は舞台の上で皆さんにお見せします。レゴシ先輩ですよね、美術チームの。今年入った演劇部の新入部員なんです。ジュノって言います。お前は好きあらば落ち込むから。何年の付き合いだと思ってんだよ。俺は裏市の番人だ。レゴシ、草食動物を食い殺したのはいつだ。俺がやっていいんすか。ちょっと入団を終えたの。レゴシ君って笑うのね。演劇部の部員は全員訳ありの集まり。オスたちはみんなこの顔を見て勝手に近寄ってきて、幻想と違うと分かると食い散らかして去っていく。この気持ちの名前ってなんだ。明るいところに出られたような、前に歩けるような。俺は嬉しいのか。彼女にまた会いたい。